平野も絶賛夏の必需品液体ムヒエスの秘密とはそのキャンペーンの一環として抽選で3,000名様にオリジナルデザインのリングノート日記帳がプレゼントされるというものだったある夏の日街中が新しいキャンペーンで湧き上がったそのキャンペーンは「僕らの夏は液体ムヒエス」と題され多くの人々が参加するために熱狂した そのキャンペーンの一環として、抽選で3000名様にオリジナルデザインのリングノート、日記帳、がプレゼントされるというものだった。このキャンペーンに参加するためには、エキタイムヒエスの公式アカウントをフォローし、その投稿をリポストするだけでよかった。応募期間は7月31日までであり、多くの人々が自分の運試しに挑戦した。エキタイムヒエスは、 日本の夏には欠かせないアイテムとして多くの家庭で愛用されている。その使い心地の良さと即効性が、蚊に刺された時の強い味方となる。特に、夏休み中の子供たちは、屋外で遊ぶ時間が増えるため、液体無比エスは家庭の必需品となっていた。キャンペーンの発表により、SNS 上には喜びの声があふれた。多くの人々が、嬉しいキャンペーンありがとうございます、と投稿し、 自分たちの夏の思い出とともに液体無比エスのエピソードをシェアした例えばある家庭では子供たちが毎日外で遊び回り蚊に刺されるたびに母親が液体無比エスを塗ってあげる光景が日常の一部となっていたその母親は翔くんの無比 CM が見られて嬉しいですこれから無比は欠かせない季節ですこれからも長く愛用させていただきますと投稿し キャンペーンへの感謝の気持ちを述べた。また、別の投稿では、自分はもちろん家族やお友達にも、夏の強い味方ムヒさんとあり、液体ムヒエスがどれだけ信頼されているかが伺えた。キャンペーンの成功は、液体ムヒエスの魅力をさらに引き立てた。多くの人々が、リポストを通じて液体ムヒエスの存在を再認識し、その価値を改めて実感した。特に、 平野翔が CM に出演することで、若年層からの指示も厚くなり、SNS 上では彼のファンからの投稿も多く見受けられた。素敵なプレゼントキャンペーンありがとうございます。ノート当たりますように、という投稿や、今年の夏は蚊に刺されまくりの無比塗りまくります、といった投稿が次々とリポストされた。このキャンペーンは、単なるプロモーション活動以上の意味を持っていた。それは、 人々の夏の思い出を共有し、液体ムヒエスがその一部となることで、製品への愛着が深まる機会でもあった。例えば、あるユーザーは苦手だった夏が、ムヒのおかげでワクワクに変わっています、と投稿し、ムヒが彼の夏の楽しみを増やしてくれたことを感謝していた。また、子供と一緒に日記書き綴りたいです、という声もあり、家族の絆を深めるアイテムとしての価値も見出されていた。 エキタイムヒエスのキャンペーンは、ユーザーの声を大切にし、それを反映したプロモーションを展開することで、多くの人々の心をつかんだ。リポストされた投稿の中には、リポストしたらプレゼント来るよ、嬉しいといった興奮の声もあり、参加者たちの期待感が伝わってきた。さらに、素敵な CM に続いて素敵な企画ありがとうございますという声もあり、 CM とキャンペーンが連動して製品の魅力を効果的に伝えていることが分かった。また、このキャンペーンを通じて、人々は日常の中で液体無比 S の価値を再確認する機会を得た。あるユーザーは、毎年夏は、無比にお世話になってます。今年の夏もすでに無比にお世話になってますと投稿し、夏の定番アイテムとしての液体無比 S の重要性を語った。さらに、 日記帳当たりますようにと祈るような声も多く寄せられ、キャンペーンが多くの人々に希望と期待をもたらしていることが分かった。キャンペーンの締め切りが近づくにつれ、参加者たちの興奮はますます高まり、SNS 上では、プレゼントキャンペーンありがとうございますといった感謝の声があふれた。リポストされた投稿の中には、翔くの無比 CM が見られて嬉しいです。これから無比は欠かせない季節です。 これからも長く愛用させていただきます、といったコメントが多数見受けられ、平野章の影響力がキャンペーンの成功に大きく寄与していることが分かった。このキャンペーンは、人々の夏の生活に密着し、液体無比エスがその一部として欠かせない存在であることを改めて実感させた。ユーザーたちの声を集め、それをキャンペーンに反映させることで、多くの人々の心をつかんだ。この成功は、 今後のプロモーション活動ににも大いに参考となるであろう最後にこのキャンペーンを通じて得られたユーザーの声や感想は液体無ヒエスの改良や新しい製品開発にもつながるかもしれない例えばユーザーからの「夏の必需品です」という声を受けてさらなる使い心地の向上や新しいフレーバーの追加など今後の展開が期待されるキャンペーンが終わった後も 人々の夏の思い出とともに液体無比エスの存在は続いていくだろう。そして、新しい夏が訪れるたびに、液体無比エスは再びその価値を証明することになるであろう。このキャンペーンは、単なる製品プロモーションを超えた、人々の生活に寄り添う存在としての液体無比エスの価値を再確認する機会となった。参加者たちの声やエピソードを通じて、製品の魅力が改めて広まり、 夏の定番アイテムとしての地位を確立したこのような取り組みは今後も続けられることで多くの人々の心に響くプロモーション活動として成功を収めることが期待される「液体無比エス」のキャンペーンは単なるプロモーション活動以上の意味を持っていたそれは人々の夏の思い出を共有し液体無比エスがその一部となることで製品への愛着が深まる機会でもあった キャンペーンに参加した多くの人々が、自分たちの夏の思い出とともに液体ムヒエスのエピソードをシェアし、その価値を再認識したことは、製品の未来にとって非常に重要な意味を持っている。液体ムヒエスのキャンペーンを通じて明らかになったのは、製品が単なる虫刺され治療薬を超えた存在となっていることだ。夏の楽しみや家族の絆を深める一助となり、多くのユーザーがその価値を感じ取っていた。 ある家庭では、夏休みの思い出として、子どもたちが日記帳に液体無比エスの使用体験を書き留めている姿が見られた。その母親は、今年の夏は液体無比エスと一緒に過ごしますと投稿し、キャンペーンの特典である日記帳を心待ちにしていた。一方で、SNS 上でのキャンペーンの反響は、液体無比エスのブランドイメージを強化する重要な要素となった。リポストされた投稿には、 製品の有効性や使いやすさを称賛する声が多く寄せられた。素敵な CM に続いて素敵な企画ありがとうございますというコメントが示すように、CM とキャンペーンが一体となって製品の魅力を効果的に伝え、ユーザーとのつながりを強化した。さらに、キャンペーンを通じて得られたユーザーのフィードバックは、液体無比えのさらなる改良に役立てられる可能性がある。例えば、毎年夏は、 無比にお世話になってますという声を受けて夏に特化した新しいバリエーションや携帯しやすいサイズの製品開発が検討されるかもしれないまたユーザーからのショく君の無比 CM が見られて嬉しいですという声を反映し平野翔を起用したさらなるプロモーション活動が計画されることも考えられるこのように液体無比 S のキャンペーンは多くの人々にとって夏の思い出を共有し 製品のの価値を再確認する絶好の機会となった参加者たちの声やエピソードを通じて液体ムヒエスの魅力が改めて広まり夏の定番アイテムとしての地位を確立したこの成功は今後も続けられることで多くの人々の心に響くプロモーション活動として成功を収めることが期待される